昔々、ある田舎の片隅に2匹のネズミが住んでいました。2人はいつも元気いっぱい。毎日畑に出かけては、麦やお芋、野菜をかじり、楽しく平和に暮らしていました。そんなある日、町から旅のネズミがやってきます。田舎のネズミは久しぶりのお客さんに大喜び。大きなお芋や新鮮な野菜でもてなします。都会ではどんなものを食べるのですか？田舎のネズミが尋ねます。私の住んでいる都会ではパンやチーズ、お茶やケーキを食べるのです。それはそれは素晴らしい味ですよ。町のネズミは誇らしげに答えます。そうだ、ぜひ私の家にいらっしゃい。今日のごちそうのお礼に、今度は私が町の食べ物をごちそうしますよ。喜んだ田舎のネズミはウキウキと町のネズミが住む大都会横浜にやってきました。町のネズミが言う通り、横浜には素敵なものがいっぱい。見たことのないような立派なお家やおしゃれなお洋服、美しいお人形や愛らしいぬいぐるみたち。田舎のネズミは夢中で町を見て回りました。夜になってようやく町のネズミの家にたどり着いた田舎のネズミ。ようこそ、ずいぶん遅かったですね。もしやホクロウさんに捕まってしまったのかと心配しましたよ。出迎えた町のネズミは田舎のネズミの到着を心から喜んでくれました。ホクロウさん、何です、それは。ホクロウさんは白いフクロウの女の子です。チャームポイントはほっぺのほくろ。音楽と踊りとネズミが好きで、いつもネズミの歌を作詞作曲して歌っているのです。町のネズミがあまりに深刻そうに答えるので、田舎のネズミは笑い出しました。ネズミが好き？それなら何の問題もないではありませんか。それに音楽と踊りなら私たちも大好きですよ。もしホクロウさんに出会ったら一緒に歌って踊ればいいのです。町のネズミは小さくため息をつくと声を殺して言いました。それがどうやらネズミを食べるのも好きなようなのです。
私はこの間、フクロウさんがネズミが食べたいなどと歌っているのを聞きました。本当にネズミを食べるのか、まだ見たことのあるものはいないのですが、とにかく、ホクロウさんは最近、よく横浜に来るそうですよ。皆さん、どうぞご用心を。